今回ご案内するのは、読売新聞ビグの4階と5階、コンサートや演劇など様々なイベントが行われる読売大手町ホールです。読売新聞日曜版で連載中の漫画猫ピッチャーの主人公みーたろうが、読売新聞アンバサダーとして皆さんと一緒に社内を見学します。こちらはホールを担当している読売新聞事業局の高階さんです。こんにちは。こんにちは。読売大手町ホールへようこそ。みーたろうと一緒にご案内します。たくさん席がありますね。座席の数は約500席です。コンサートや演劇、講演会やセミナーなど様々なイベントが行われます。反響板を使用すると本格的なクラシックホールにもなります。客席内はゆったりとした空間で、舞台が見やすい構造になっています。ゆったりくつろげそうですね。大手町という立地にあるので、仕事帰りに公演を楽しまれる方も多くいらっしゃいます。ぜひ劇場で体験してもらえたらと思います。いつかこの大きなホールを使ってみーたろうのイベントができたらいいですね。あれ、やったことなかったっけ。ぜひ今度やりましょう。使用料はいただきますね。開催イベントなどの情報は読売大手町ホールのウェブサイトをご覧ください。皆様のご来場ご利用をお待ちしております。